どうも皆さんこんにちは、ギャギャです。そしてあやつです。おはです。そしてジョス、トイタでーす。ということで、はい、あ、トイタいい釣り橋持ってるね、はい、いやいや引きずるこれごめんごめん、なくしてた疑惑の釣り橋、はい、実はありました。はい、このお二人に結構待っててもらって鶴橋探しに割と20分くらいかかって、そうカメラが回ってないところでちゃんと探してたの。そうで、今日なんですけど、はい、マグニーさんから、ちょっとこっち掲示板、はい、掲示板来ていただいて、はい、みんな、はい、マグニーさんからガストの涙無限になったので、はい、欲しい時言ってくだせ、あ、じゃくだせっていうね、はい、マグニーさんからいただいてまして、しかもはい、こちらドゥドゥン、はい、うガストの涙20個、これはね、やれってことだよ、これ。じゃあ、カズさんワールドの中心？いやいや、やばいやから。やばいから、本当に。今日は、エンドラをですね、はい、召喚しちゃいまして、はい、はい、こちら。ドラゴンブレスを、うん、もう無限に回収したろーの回、よろしくお願いします。お願いします。もうさ、無限にしたってことは、もう俺らもやっぱなんか無限にしないと、そうだね、カズさんワールドの市民権を得られないから、無限にし返すと、はい、大事大事そんな過酷なワールドじゃないけどね、皆さん優しくしてくださるから優しい、これね、2人で謝らなきゃいけないことあるの。何、どうした？オープニング中にね、うん、まあ、俺こっそりピザを頼んでたけど、いや、それはなんかあの言わなくてよかった、言わなくて、言わなくてよかったよ。いや、そこはまず第一謝罪ポイント、そこは知ってた。はい、はい、ピザ頼もうかなってさっきずっと言ってたもんね。そうそう、うん、第2謝罪ポイントが、はい、あのピザ届くの28分後なんよ。いや、それ謝罪は。おい、エンド討伐してるじゃん、その時早いな、早いな、エンド討伐してるのにピンポーンっつってピザハットで、ね、ピザハット捨てて、そう、タイミング的にね、絶対途中でピンポン鳴るなっていう、ちょいちょいちょい、ということで視聴者さんは、はい、ピンポンいつ来るのかっていうのも楽しみにしててください。そうだね、行きましょう。さあ、俺たちはエンドラが待ってるぜ。エンドラ待ってるぜ。じゃあ28分以内に討伐すればいいんでしょ。そう、冷たいピザを食べるか、あったかいピザを食べるか。確かに、確かに、大原にあったかいピザを届けるぞ。俺たちの使命だ。俺がね、めっちゃいいところで、あっとか言いながら俺が消えてくるのが一番やだよ。それだ、いや、ほんとそれだって、大原全ロスとかするんでしょ、また。またじゃねえか。またエンダードラゴン RT 始まりましたから。さあ、始まりました。さあ、28分以内に討伐せよ。あー、かちなみに今回は Uber Eats ですか？いや、それええわ、もう普通にピザハットのサイトで頼みましたね。あー、サイトでね。じゃあ、エンドクリスタル4つオンラインします。オンライン、はい、怖いな。でも、もうすぐ使えるのか。もう使える。もうここだって置いたらさ、爆発しちゃうよね。弓とか一応必要だから、矢とか持っとく。そうだね、ちょっと矢と無限とガラス瓶もう死ぬほど取ったらいいよね。俺ガラス瓶、6スタックあるんで。えぐい。え、耐えたよ。俺1万スタック。ガラス瓶とピザは任せろ。100個ぐらいだな。ピザ欲しすぎるよ。よし、もう大原のピザがね、ピザが冷めぬうちにっていうね。ピザが冷めぬうちに。そう。なんだっけ、かっこいい。コーヒーは温かいうちにみたいなのがあったよ。コーヒーが冷めないうちに。あ、冷めないうちにか。ちょっと誰か飯持ってる。温かいうちに。あ、金人じゃある、金人じゃある。あげるあげる。じゃあ、いろいろ工作しとったか。ただの飲み方やな、それ。ちょっと、金人参ちょうだい、金人参。あれだけの金人参よ、ちょうだい。白いカモメは海へ飛べ。お前、どこんねん。こっちです。今思いました。今目の前に来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、エンダードラゴン討伐はね、スラゴーてってー。よし、合流しましたね。じゃあ行きましょう。誰もいないよ、今ね。オッケー、うん、なんかさ、ネザーゲート通るときちょっとあのバグ起きるじゃん、無限機回してると。はいはいはい、そっち怖いね。さあ、戻ってきました。エンドクリスタル4つ。あぶね、俺エンドクリスタル忘れたかと思った。それやばいね。おしまい。マジでさ、マジでもう大バッシングくらいね。じゃあ入ります。救急さんインです。イン、救急さん入ります。お願いします。お願いします。さあ、おびっくりした。じゃあ入りました。じゃあエンドクリスタル4つで足りるよね。足りる。なんか緊張する。黒曜石の上、変な建造物立ったりしない。そしたらボツだよ、この動画も。ここまで撮ってさすがにボツよ。建造、変な建造物あったら。あ、よかったよかった。これ畑がこれ大変なことになります、ね。これもうボコボコになりますよ、俺。もうなんないんじゃない。え、じゃあここは橋の組んだっけ、これなんか真ん中これあって。あ、そう俺さ、人生で初めて復活させるんだけど。俺もマイクラ人生初だよ、俺。え、4つ目置いた瞬間ブワーってなんの。4つ目としてから光が出るはずだけど。じゃあ行きますよ。違ったっけ。行きます。それではエンダードラゴン、はい、オンラインよいしょ。さあ、あ、できてる。あ、
あ、来るぞ。来た。どうすんの？どうなんの？爆発すんのこれ？お。いや、上にクリスタル復活する。うわ、本当だ。黒曜石も復活すんのこれ？黒曜石も復活したはず。なるほどね。あ、弓忘れた。弓忘れた。ごめん。それは GG だな。あ、でもそっか、エリトロでさ、上。帰れない、帰れない、帰れないぞ。帰れない。どうすまで帰れません。帰れませんだこれ。帰れません来ましたね。じゃあちょっと俺のそしたらブレス集めしますか。あ、そっか、倒した。あ、でもさ、このさ、うん、爆発するやつは壊していいんだよね。あー、一回壊しちゃっていいかもね。一回壊しちゃう、回復されちゃう。まあ、なんか講習どうな、どうしたの？講習に気をつけた俺。何が、なんで講習に気をつけた？それ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 、ブレス、それブレス、ブレスをめっちゃ。あ、そういうか。あ、もう全部集めた。あ、やった、当たった。え、ガラシビそんな少ないの？え、いや、多分すぐなくなっただけじゃない。いた、危ねえ。結局ブレス直撃してる。ブレス直撃した俺。あ、それで集めればいいのか。これで、あー、投げちゃった。これで、よいしょ、よし、これで取れ。あれ、俺1個も取れなかった俺。あ、俺死ぬ。え、タイタイ生きろ。あ、やばい、タイタイが、タイタイ鉄装備、タイタイ俺が助け、水ある、水ある、あるよ。オッケー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 。じゃあ、僕帰れないんだ。まあね、そう、また倒さないとね、帰れないんですよ。また、うわ、俺もエンダーマンに追われてるわ。あ、待って、あそこか。え、なんか怒られてね、俺。めっちゃ怒られるんだけど、今日。素晴らしいね。うん、成長だね。いや、あーあー、待って、嘘だろ。え、なんでだよ。死んだ死んだけど。なんで、ねえ、こんな強いの。なんで、エンダーマン強すぎね。エンダーマン最強でいいね。エンダーマン最強なんだけど、マジ。そんな強いの。ちょっと戻る。そらエンダーマン強いさ。ブレスで、ブレスで。で、死んだ時悲しすぎん、今の。なんで死んだ。いや、なんか普通にエンダーマンになんか殴り殺された。おい、なんだよこれ。ハードすぎるだろ、このゲーム。このゲームめっちゃむずいぞ、マジ。マジで。あとはブレス集めるだけだ。ブレスでさ、ブレスで俺のさ、エリトラ燃えないよね。大丈夫。大丈夫。あれ液体だから大丈夫なのか。うわー、よかった。何これ。あと、やばい、大原のピザが届いちまうぞ。急げ。一番大事なぞ、大原のピザが。あ、俺終わったかもしんない。え、終わった。もうん。おい、帰宅部ほんと雑魚だって。待て俺のピザを救う気あるのか。あー、もう、じゃあもういいよ、俺もう本気出す。じゃあ本気出して。本気出した。お、報酬に気をつけよう。ナイス。大原も初だったんだ。確かに。そうあれでもカズさんワールドってさ、やったよね、一回。月齢大会の時は、あの、討伐係だったからさ。そっかそっかそっか。もう俺一生こいつらと目合わさないようにするわ、俺。あ、降りてきた。よっしゃ。あれ、もうあとはあれだよね。ブレス集めるだけよ。ブレス集め、全然取れてない。ちょっと、俺ブレスちょっと集めて、まだ集めたいんで、ちょっと。やべ、人参が邪魔で全然取れない。人参が邪魔？確かに人参が邪魔だわ。あ、人参か。そういうことか。俺が取る。だ。あれ、ここ連打でいいのか。連打とか何だ。ありえんぐらいの距離のブレス出てない。え、めっちゃ来てんだけど。なんだこれ。めっちゃでかい、このブレス。やばい、取り放題。めちゃくちゃ広かった。超でかかった。今もめっちゃでかいよ。あ、ほんとだ。やばい、なにこれ。ちょっと F3B でちゃんと範囲見よう。F3B バグとかじゃない。広かったっけ。おはよう、 F3B わ、すごい、 F3B すごい。 F3B すごいな、これ。必殺技じゃない、必殺技。 F3B すげえな、なんか。あ、俺ワンサク取っちゃった。ちょっと、あの、ガラス瓶くれる人いる？あ、俺いっぱいあるよ。あれ、俺もある。ちょっと、あ、なんで、おい、ちょっと、エンダーマン、ちょっと、エンダーマンに物申す、邪魔すんな、撮影を。あのさ、いや、俺目合わせたか、今。ヤクヤさん、ベッド持って、あの、エンダーの前に置いといたら。それな、いや、マジで、邪魔、出たがりだよな、エンダーマン、今日。なんなんだよ。なんだよ、これ。そんなことある。出たがりエンダー。出たがりでしょうがない。出たがりだよね。だって横からさ、蹴られたんだけど、ブチッつって。俺戻ります、待って。俺なんか広がる条件分かったかもしれん。広がる未来に夢が溢れてる。痛い。ねえ、そのまま死んでくれ。これベッドなんか1個持ってきた。俺ベッド爆弾できるよ。バン。なんで自爆投稿するんだ。リース設定するって話だったんじゃねんかい。やばいよ、キヨ今大会範囲が小さくなるはずなんだけど、何もしてないよ俺。これを取り切るとやっぱでかくなる。あ、これ知らんかった。取り切るとでかくなる。そう、 F3B で、うん、ブレスを取ると縮めることできるのよ。はいはい。
でただ一番下まで縮めてからまた取ろうとすると、うん、ブレスの範囲が広がるわ。ちょっとすごい難しいこと言ってんね。知らなかった。どういうこと？そのままでしょ。そのまま。あれ誰か俺のレギンス持ってる？おお。めちゃくちゃ広げられる。レギンスなさお？持ってない。あった。はい。Thank you。多分この話興味あるのね。4人ぐらいしかいないと。取り切るとどんどん出かけできる。あ待って。やー持ってるマサいる？やー持ってると思ったの。4本、はい、あそう4本、俺の4本、うん、今瓶で言うと今何本ぐらいある？残り俺まだ空き瓶16だけだと。俺まだ3スタックぐらいある。じゃあちょっと1スタック僕やりますよ。はい、よし。取り貴族、はい、ちょっとお前取り切るぞっていうのを取り貴族と似てるよなーって頭に思いながら、うん、取り切るぞって言おうとしたら取り貴族って言っちゃった。本当にやめた方がいいと取り切るぞ。衝撃的に面白くないそれな。あ、これはまだ倒さない方がいいね。そうだよ、まだブレス待ちだよね。あー、ありがとうございます。ブレス一番ちっちゃくしてから取り切るとでかくなる。今度でか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 。痛い痛い痛い。そうそう痛い。普通痛い普通痛い普通痛いんだけど痛いんだけどいや、でっけー、なにこれ。すげー、めちゃくちゃでかくできる。なにこれ、知らなかった、ね、危なーって。か普通死にそうになるね。めっちゃ取れる。いや、嬉しいけど死にそうになるね。あのね、F3B をすればね、わかりやすい。これちっちゃくなった瞬間に、そうそうそう、 F3B あのブレスで取る、あ、瓶で取るとブレスどんどんちっちゃくなるのよ。はい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 。だけどあの多分一番下まで行くとそれがひっくり返ってどん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 でかくなるのよ。はいはいはい。ちっちゃくなるまで待った方がいいと。あ、違う、ちっちゃくまで取って、ちっちゃくするとね、そこから通すとどんどんでかくなる。広げられるんだ、これ知らんかった。広げられる。F3B 押してちょっと見てて俺のこと。わかりました。絶対わかってないでしょ。キューキューはそれどころじゃないから。それどころじゃない。エンダーマン戦ってるから。キューキューはエンダーマンだから。エンダーマン今日の敵エンダーマンなんですよ。キューキュー何と戦ってんの。いやー、これはね、やっぱマイクラ奥が深いね、やっぱり。奥が深い、まあ、非常に奥が深いね。俺も知らん。真の敵はやっぱここにいる。F3B で誰か見てて、見てる。俺も F3B 見てるよ。塩澤さん F3B で見てて、はい、右だけ。僕はあれ、はい、ブレス出ました。はい、これ取る。ちっちゃくなってる。ちっちゃくなってる。コックスと今度でかくすることができる。でかい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 。これをギリギリの極までやると最大までどんどん。これもない。こういうことだわ。あ、これ判定なくなっちゃった。あれ、これでまた縮める。あ、ビリピンがね。これでどんどん逆にでかくする。うわ、すごいすごいすごい。痛い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 。っていう感じ。あの、結構すぐなくなっちゃうんだ。でもだ多分ね、ブレス入ってる時間の間だね、これができる。あー、でかね、また切れてない。誰か、これもう瓶なくなったわ。3スタック、うん、もうなくなった。俺あと1スタック。オッケーです。みんなこれを拡散するんだ。裏技だぞ。ワザップに投稿しようぜ。ワザップ、ワザップ懐かしいな。ワザップ懐かしいね。知らんかったな。実は有名だったりすんのかな。あ、俺もあと1スタックあった。まだまだ回収しますか。でもピザも届くんじゃない？でもピザ兄貴の話やめようもん。キュークさん、え？もう取れんだからいいかなと思ってます。え？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 ピザ大事だけど。待って待って。ピザ上がってるけど。今世紀の発見をしたの僕は。あ、世紀の発見なんこれ。もう。俺にとっては新情報で、俺新情報が毎日あるから。知らない、ただ知らないことだ。知らないことがの方が多いわけよ。うん、まあまあ。なるほど。うん。それはすまなかった。俺もあの、うん、新情報なんだよね、全部が。ああ、来た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 。あ、くそ、ちょっとタイミングずれた。いたいたいた。え、なんでなんでなんか。これ縮める縮める。はい、でかくするでかくする。来た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 。いけ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 。いけ。危ない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 。広。いたいか切れてる、誰か切れてる、また誰か切れてる、また切れてる。またアンチが、アンチが。アンチが来た。アンチじゃない。俺アンチがね、来んだよね。アンチもやめた、ほんとにも。あっち行きなさい、あっち行きなさい。そうで何より。あっち行きなさい、ほんとに。アンチがさ、もう。あれ、アンチでは出るでしょ。場外も吹っ飛ばされて終わった。やばい、それやばい。俺でもあと3つだ。もう、俺もあと3つ。あと51個。いいね。じゃあちょっと半分もらおうか、そしたら。うん、次の回で終わるせんする、そしたら。へ、でもさ、下に降りてきた時だけじゃない、でも。うん。多分ね。でも上でもブレス吐くよ。上からパーって多分それも回収できたらワンチャン広げられるかもしらんけど、ただまあ何も役には立たんよね。あ、降りてきた。さあ来るよ、ブレッシングタイム。 It's a blessing time。 あー、口からもう漏れ出てるよ。もう漏れ出てる。汚いな。もう漏れ出てる。さあいらっしゃい。巻き散らしてる。あー、くれ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 。あ、終わった。 F3B。 さあこの細い線を広げることができれば。なにこれ。え、これ一応あんの、ここブレス。あ、これでもね、X3B をしてちょっと見づらいかもね。確かに。できた、できた、来た。あれ、あ、来た。
あーいいね、広がってる広がってる。あーでも結構すぐ終わっちゃうんだね。瓶の数だけどんどん広げられるから。俺も終わりました。俺もあと18回だけ。よし、じゃあ俺のこのクロスボウで戦うから、ね、また来た、また来た、また来た、また来ました、また来ました、また来ました、またアンチが。いやいやいや、アンチ、またアンチが。アンチではないけどね。アンチだよ、アンチだよ、これ撮影の妨害してくんだよこの人。アンチだよ本当に。やばい、危ない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 。待って待って、俺の上空をエンダードラゴンが通過してくるの怖いんだけど。普通に吹っ飛ばされたらやだわ。勇気を、敵が違うやつ。俺の敵はエンダーマン。あー倒れた。じゃあちょっとあのおこぼれもらいに行くわ俺。お願いします。あと9個だけだからさ。あーオッケーオッケーオッケー。もうこれでなんか懐かしいね、月齢大会でやったね。やったやった。俺人生で初めてあの月齢大会で取ったわ瓶。あーうん、まあでも多分大体そうじゃない。あ、そうなの？ドラゴンブレス。あ、じゃあ俺ドラゴンブレスあと2個でーす。よっしゃー、取り終わった。イエス。よし。じゃあもう弓職人気を置きます。あれここは弓効かないんだっけ？うん。これ効かないか。あとはじゃあ鬼人残波刀でぶん殴ればいいってことでしょ。やめなさい。本当やめない。この人さ、あのさ上空にさ突き上げてくるじゃん。うん、え、なんかまたまたアンチ、またアンチ来ました。アンチー！パン。何やってんねん。いや、でも待ってください。ちょっと皆さん、皆さん見てくださいね。俺はもうすぐ復帰できます。なぜならばベッドを置いたから。はい、もう俺エンドです。ありがとうございます。あのね、ネザライト装備つけてゾンビ旋風しとるから俺。これやばい。ネザライト飾り？もしかして。いや、おかしいな。ネザライト強くない説があるぞ。あー俺の、あーいい散らばり方しとるわ。綺麗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 。まるで芸術でしょ。芸術だねこれはね。いやもうすぐアンチ来るから。花火玉ってやつでしょ。ほんとすぐアンチ来ちゃう。ちょっとほんとにね、待てよ俺の靴が。なんでエリトラでやった方が楽だろ。待って俺の、待って俺の、俺の弓が消えた。あったあった。ちょっともう見ない、もう見ない。俺全弾ってやつで。モンハンだったらキャンプにいてくれって言われてますよ。え、にあ、違う。お、あ、大原が当てたんかこれ。大原が当ててんのか俺が。あー、俺全然当たってないのに。当たった危ない危ない。お、終わった。よいしょ、おれー、真の敵はエンダードラゴンだよね。地球さん経験値めちゃくちゃ降ってくるから取っとけば。いただきます。あの、タイタイじゃない、タイタイじゃない、タイタイ、あの、あ、なくしてないか。あの、タイタイさ、全ロスしてるからさ。よくわからんけど、全部よこそ俺。どうぞどうぞどうぞ。あ、でもまあ、俺 18しか手に入れなかった。いや、多分50ぐらいいけ。ね、待って、またアンチ来た。いや、俺いいのマジでもらって。いいっす、いいっす、いいっす。あぶね。そんな50も降ってきてねえけど。あれ50ぐらいゲットできなかったっけ。多分復活の時はそんな多くないのか。大原、ピザはまだ。ピザ配信やこれ。予定だったあと1分後だけどね。やばいやばいぞ、ピザ、ピザ RTA してるから俺ら。ピザ RTA、 ピザ RTA、 ピザ RTA。 え、なったミュートにしてるじゃない。大原出た、大原出たぞ。大原いや本当に倒してから出るっていう、なんという、かっこいい、帰宅部のかっこいい、かっこよすぎる。やっぱり仕事を終えてからやっぱピザを取りに行こう。ほらかっこいいわ、やっぱりかっこいいね、やっぱり。目がガチだったもんね、やっぱりね、うん、でちょ、俺ら地上で待っとくか。地上で待ってるか。はい、これ戻れるね。あ、戻れる戻れる。目かけるわけにいかないから。そうだね、届いた。広がる、はい、あの、未来に、はい、ちゃんとチャイムが鳴りました。あー、いいぜ。ちなみに何味ですか。家族を、いや、なんかピザハットビックスっていう。うわー、なんか俺もピザ食いたくなってきたな、この街で。あ、でも俺クレジットカード止まっちゃってるからウーバーイーツ頼めないんだよね。あー、でも俺結構やばいでしょ、クレジットカード止まってると何も。それ地味に嫌だろ。いや普通にウーバーイーツ頼めないのきつすぎる。皆さんすいませんでした。失礼しました。ご迷惑。いや、あの、いや、あのね、いい緊張感があってよかったね。タイトル間延びしない緊張感あったね。そうだね、そうだね、うん、パパッとやろうみたいなね。あ、まあ、4回ぐらい死んだけど多分。キヨキヨさんしか死んでないから。そうそうね、タイタイなんか上手くなった。さては、いや、安牌に立ち回ってた。タイタイ鉄装備でしょ、だって。そうそうだよ。やばすぎるでしょ、マジ。最後に何個集まったかチェスト言いますか。それはそうね。じゃあちょっとここの、ここのチェスト使うよ、ここの殿下の宝刀。はい、ゴミが入ってる。いやいや、ゴミじゃないですこれは。ということで今日のドラゴンブレス収穫会、今日の、hey. 今日のよし。じゃあここに置きましょう。言いますか。 H H。 いやいや、なんで1個な。いやいや、足りないでしょ。あ、違う、こういう感じじゃない。あ、違う、1って言ったから敵。いや、俺も多分。
分かんなくなる、分かんなくなる。誰、俺のやつに振り込んでったやつ。振り込みも入れられたわ、勝手に。入金された入金。じゃあ、ワンスタックね、まず。ワンスタック。もう俺ないよ、それで言うと。あれ待って、なんかあっちのチェストに置かれてね、そういえば。置いてったもしかして。俺置いてった説あるぞ。ピザ冷える、ピザ冷える。ちょ、一回確認行こうや、じゃあ。確認行こうや。じゃあちょっと、行ってくるわ。そっちないでしょ、あれ。あ、そこら辺にってこと。あ、こっちはエンダーないか。ネザーゲートでしょ。ネザーゲートないか。いや、キヨキヨさんカメラマンだから、俺見てくるよ。あ、わかりました。お願いします。ということで、いやいや、俺も撮ってきたから。ありがとうございます。じゃあちょっと、はい。行くよ。お願いします。あれ、何スタックなんか分かりづらいな。なんで14とか3とか。なんで20と3で刻んだのっけ。いや、この右で追加したのがキヨンです、ね。あーそ、あ、あー、そういうことか。ということは、あ、なんで23と22があるんだ、これ。わかりにくい、わかりにくい。40いらない。これ大原ブレス、これ下のやつが大原ブレス。ああ、そういうこと、そういうこと。あ、いろいろ投稿しちゃった俺。じゃあ、まあ投稿版にするとだから 9.、うん、半スタック 9.4 スタック。まあ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 、まあ、9.4 スタック。ポーション分だったら十分でしょ。まあまあ確かにね。はい、1日30個使ったとしても俺らのあれだね、ネザー動画が映えるね、またね。映える映える、はい、映えるかな。ということで、はい、いやー今日はなんかよかったね、緊張感あってよかったね、あのやっぱり。緊張感すごかったけど、はい、なんか死んだけど、はい、なんか。ということで、この動画公開されたですね、30分後に、大原チャンネルで、ピザを食べる動画上がりますんで、お願いします。それのチェックよろしくお願いします。俺の夕飯ではシンプルな。あげません。ということでね、この帰宅ブーでですね、カズサワールド毎日投稿中でございますんで、ぜひとも真ん中のボタンからチャンネル登録をお待ちしております。そして、動画の説明欄にはね、大原と大体の、YouTube チャンネルリンクございますんでね、チャンネル登録していただいて帰宅部3人を応援してくれたら嬉しいなと思います。そして周りにはカズサワールドパート1から最新回までの動画はね、全部入った再生リストございますんで、まだ見てない動画ある方はぜひともチェックしてみてください。ということで、なんだよ、合唱。よいしょ。はい、ありがとうございました。ピザ、あ、やべえ、ちょ、ごめん、取れてなかったわ。嘘でしょ。嘘でーす。おい、やべやべ、俺本当に死にたくない、本当に死にたくない、切断。あ、逃げた。逃げたな、卑怯者。